こんにちは、土の子です。集まれ動物の森、やっていきましょう。今日はアップデートの日ですね。おはよう、しずちゃん。お昼の1時です。今日はアースデーを設けることになりました。お得なキャンペーン、なんか低い気が、買えるみたいだね。さらにたぬき商店リニューアル、最高だぜ。レイジさんだよね、この島の人。そうです、土の子だよ。レイジって言うんだ。豆吉がここでお店を始めたって聞いて遊びに来たんだ。豆吉さんたちが引っ越してくるまで無人島だったんでしょ。お花の種なんかもたくさんあるかなと思うから、珍しいお花の種やお花を咲かせる低木の苗を売りに来ることにしたんだ。低木って何？季節ごとにお花を咲かせる背の低い木のことだよ。お家の周りに並べてみたり、お花を組み合わせて素敵なお庭を作ってみるのもいいかも。今日のおすすめはツツジだよ。あ、なんかあれなのか、全部違うのか。あーすごい、あ、全然違うんだ。あの、僕が汚いからって吐かないで、お願い。一応ちょっと買っとくか。そして、あ、ちょっと広くなったかな、横に。あら、新店舗で営業再開しております。いいですね。あ、すごい、お、高っ。こんな高いの売ってんの、びっくり。こんな高いんか。あ、スターの網いいね。なんだっけ、あと生け垣ができるようになったって言ってたな、アップデートで。たぬきマイレージプラスがアースデーキャンペーン仕様になってる。ほうほう、なるほど。あ、ほんとだ、期間キャンペーン。低木の木を植えてみよう。博物館も確か美術品を飾れるようになるんだよね。そうそう、土の子さん聞いてください。おかげさまでオープン以来たくさんの展示物を見ていただけるようになりました。それもこれも熱いサポートのおかげです。そろそろ美術品の展示も考えて良い頃かと思い始めたのです。美術品を手に入れることがあれば私にお見せくださいね。いや、楽しみ。ちょ、常吉いないのかな。アースデーのキャンペーンやってくれたんだね。さすが土の子さんは行動が早いものね。してくれたってことで、ガーニングにもってこいの生け垣のレシピを特別にプレゼントしてもさせ、やったやった、生け垣のレシピもらいました。キャンペーンやってからあれだね、たぬきちに話しかけるともらえるんだね。これか、雑草に木の枝、石。へえ、雑草じゃあ売らない方がいいね。さあ今日はね、ポムちゃんに低い木、買いに来てくださいって言われたので行ってみたいと思います。これアキちゃんとタロちゃんって誰だろう、僕知らないんだけど。行っちゃえ。うわあ、綺麗綺麗、ポムちゃんとこ綺麗にお花やってるね。すげえ。なんて書いてある、アワーアイランド、ウェルカムトゥー、ウェルカムトゥーだ、ウェルカムトゥー、ウェルカムトゥー新幹線。あの声好きなんだよね、僕。Welcome to 新幹線。わあ、すごい。ちょっと待って。想像以上に完成されてるんだけど。待って、幼稚園児じゃん。寝ちゃったし。これ、ポムちゃんなの？めっちゃすげえ、これ、島。すごっ、マウント勢からのプレゼント。プレゼント釣ってないんかい、ポムちゃん。これちょろちょろついてくるのは次女です。すげえ、すげえ、3歳、マジの3歳。
よく釣れてんじゃん。あ、僕死何この3歳まで可愛い、いいな、いいね、これこれ 1,2,3,4,5,6,7,16 枚使ってんのかな。これポムちゃんが3歳じゃん。これポムちゃんの方が3歳じゃん追い出して、それがこれが銀閣、かっこいいな。わー声でかすげー、ここタコタコいいよね。飲みがついてる、タコ飲みついてた、ポムちゃん。ここにタコ、この子かわいいね。このタコかわいいなツルツルに飲みどれどれ違うのかな。また来てくれてありがとうねになってるんだけど。あ、金木犀なかったね。あらーすごー、こんないっぱい傘あるの。わー、パンダちゃんかわいいな。へのへのモゼージ傘こんなあんのレインボー傘じゃんこれ。これでも全部じゃないやつ。すごーいレインボー確定ですレインボーは20連以上確定だぜマジでこらよし、なんだこれ、クマの学校わすごい、あー、ほんとだ、クマの学校かわいいクマがお勉強難しいです先生、頑張れ。すごいね、3歳でこんな高度な操作できるんだね今頃あれかな、ポムちゃんできないよやってよって言ってないのかな、変わってよって言ってない。あー惜しかった、大丈夫、海岸進んでください腹太鼓あ、さすが知ってるね。次の追い出し候補どれどれ誰を追い出すんだいまあ気持ちはわからんでもない僕チョコレートじゃないんだけど僕チョコレートじゃないよね、待って、この島に住むポムは金欠のパチンカポムちゃん金欠のパチンカだったの寝てな何のことかなデパートの屋上遊園地来て、マジで懐かしい、この感じイメージはそれ懐かしいよねわ、かわいいねこれこの椅子も懐いなちゃんと音鳴るんだねこれ温泉といえば卓球魔球が消えてる。あ、ここがお家か。あ、いいね。どれどれ、ポムちゃんは何を何してるかな。あー、いいね、コスプレが入ってた。ちゃんとポムちゃん、さすがポンポンプリンのポスター持ってるね。ポムちゃんからのプレゼントあっちにもあるじゃん、こっちにも。これもいいね、まるちゃん。わかるわかる、もちろん。あら、ここあれだね、一泊5万はしそうだな、この部屋は。高級料亭感があるねこれ。あら、フグチリ芋煮かな。あら、いいですね、芋煮知ってるの。
昨日のご飯、僕リアルご飯が芋煮だった。あら、ここは魚だね。おお、カジキ？カジキしか釣れないから。せめてものあの、カジキの気分を味わってるって感じ？気持ちだけでも。あら、いいね、リビング。すげえな、これ。リアル自宅より、あ、いいとこ住んでね、ボムちゃん、さすが。磯野キリコとマツコかな、これ。怒り神道。あ、怒り神道、マツコの怒り神道か。婚約指輪だね、でかっ。バーゲンだっつ。これいいな。え、すご。炊き込みご飯？わお。ここは一体。あ、もう早速世界地図貼ってる。こっそ、地下は引きこもり息子だ。なるほど、露天に露天風呂いいっすな。隣墓地ですけど、どれどれ。みんな墓地作るね。こんなリアルなのあるの。これめっちゃリアルじゃん、この感じ。裏がお墓ってあれだな、うちのおばあちゃん家がそうですね。やっぱりど田舎だと近くにね、自分たちのお墓を持ってる。で、あれか、ゲーセンか、これちゃんと金のなる木があるということは、なるほど。あ、くそ。今日はやられた。あ、すげえ。あ、こう行こう。くそー、くそー、また吸ったぜ。全然勝てねえ。もうリアルすぎてちょっと。潜伏、そうそう、潜伏。そう。あ、SD スルーした。これリアルすぎるでしょ、これ。1200。会話がリアルすぎるから、ボムちゃん、これ。カップラーメン買って帰ろう。確かに帰ろう。あ、うわうわうわ、いいのこれ。おろしちゃって、あーね、落ちちゃってんじゃん。もしかしてここが ATM。 これを毎日に行こう。早速やるって。当たった。戻ってよかった。あー、ずれた。今絶対滑ったって。くっそ。もうちょっと、もうリアルすぎるから。みんなからのあのメッセージがすごいな、これ。ニョッキニョッキラララ。よし、ちょっと長くなっちゃった。いつも企画とか誘ってくれてありがとう。みんなの中心的存在だね。これからもよろしく。リングフィットは近いぜ。なんでここがトイレなの。いやー、素晴らしかったな。さあ、じゃあ今日のお手紙コーナー行ってみましょう。まずはテトル君からですね。昨日は来ていただきましてありがとうございます。昨日渡し忘れたものがあるのでお送りします。なんだろう、何くれたんだ。
地殻変動でよく取れる魚の模型あげます。なんだろう地殻変動って。あ、鉄のステッキ。へえ。え、鉄のステッキとかあるんだ。なんかあれだね、パイプみたい、タバコみたい。竜宮の使いの模型すげえ。竜宮の使いの模型持ってんの。ででーん。そしてフリさん、最近手紙が出せなくてすみません。アップデで低木が追加されるようなので、ガチでおわ楽しみにしてるぞ。フリさん楽しみにしてるからね。ハロー、アズゴアだよ。ごめんなさい土の子、変なのが出ちゃったわね。こっちは今までと変わらず楽しい生活をしてるわ。そろそろスペースが、今度ゆっくりお話しましょうね。トリエル、優しい手紙だね。元気だよ。そして、うちで過ごそう。昨日うちに大きなテントがやってきました。外には行けないけれど、テントの中にお布団敷き詰め、お家の中でキャンプごっこ。あの、リアルなうちの方かな。リアルなうちの方に大きなテントが来たの？庭キャンもちょっと楽しいよね。わかるよ、その感じ。いつの日か、遊び疲れたあの日から、大きくなって、あの気持ちはどこに行ったのでしょう。思い出に浸るフリさん、もうフリさん何歳なの。そんなことない、今が一番楽しい時でしょ。青空の下にこう思う。いつになったらスタップ細胞は見つかる。スタップ細胞はあります。もうあれ結構前でしょフリさん。あのネタ結構もう前じゃない。赤獅子、何それ赤獅子って。聞いたことないけど赤獅子。スターなポシェット。へえ。ちょっと待てよ。この汚れた感じだった僕。あ、めっちゃいいじゃんこれ。めっちゃ可愛い。土の子の衣装にしたい。うわぁ、10万ベルが来た。まさかの。金が来た。手押しポンプ。あ、手押しポンプは知ってたよ。ふりさん、ありがとう。黄金の棺。これは持ってないぜ。次か。ミイラが入ってんのかな。そして、りょうたくん。黒子のポスター出た、またポスターシリーズ。骨。竹。そして、グミさんは？最近、こたつが春なのに手放せない。最近寒いよね、わかる。N。ちなつさんは？マイル旅行券をどうぞ。あら、役立つものくれるわね。骸骨の被り物。やばこんなんあんの。竹のフロアスタンド。こたつ。こたつくれ、もらっちゃった。南極点。南極点ってなんだろう。マイル旅行券。そしてオメガくん。今日の時計、きっと明日もずっと時計。オメガくん。オメガくんかぶいてね。時計、時計。そしてメロンスイカイさん。いつも変なものを送っているお詫びです。なんだろう。僕めっちゃ気に入って使ったけど。今日の一日、午前は本当に嬉しいことばかりでした。一気に上がったのって嬉しい。ただの自分の日記です。これあげちゃう。株はだいたい木曜日が上がるんで、午後はランニングだぜ。じゃあまたな。200万儲かって嬉しいせなより。株が上がったのか。ね。株が上がって僕にそういえば連絡くれたんだよね、きっと。株儲かったんだ。よかったね。トイナウォールクロック。リメイクキット。あら、リメイクキット嬉しいよ。ありがとう。ああ、またお金もらっちゃった。あれか、株が上がって嬉しくて送ってくれたのか。あ、上にも飾れる。すげえ。すげえ、トイレ。いいね。時計とトイレだらけ。もう、都の部屋じゃん、ここ。こたつ。南極点。あ、これが南極点なんだ。はい、ということで、よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。